ハンギングは遅くなるし、音もそれぞれ並ばなくなっちゃうので、まず、ロングトーンをするときと同じような感覚でやるために、ちょっと、ゆっくりかな。ちょっとやってみましょう。簡単です。ミファソファ、ミファソファ、ミファソファ、ミファソラというのを、まずはスラーでやって、その後そのスラーでやった息の感覚と同じ感覚で息を入れてもらって、舌をつく。これのトレーニングです。はい、これをどんどん上に続けていくという練習なんですが、この時に案外見落としがちなのが、今は1